はようございます、香織です。今日はメモ書きにある悪党との対話というテーマでお話ししてみたいのですが、私はフォトリーディングの本を選ぶ際にいくつかのルールがあって、そのうちの一つに いわゆるね何だろう、私が普段避けている人っていうかね、認めていない人というか、はっきり言って嫌っている人のような人の書いた本を、時には読むというね、はい、それをあえてしてみています。そうしないと私が嫌いな人の本は延々と読まないという状況が続いていくわけですね。で、私がまるでこう認めていない人のね本の中に、で学ぶべきものっていうかね、なぜ私がその相手を嫌っているのかなっていうのがね、それがよくわかることもあります。あ、やっぱりこういうところがあるからこの人はちょっと信用できないなという面もあれば、それ以外のね気づかない面も往々にしてあるわけです。それは相手も人間なので、普通の人間としての側面ももちろんあるわけなんですよね。で、その人たちね、私が普段は避けているけれどもあえて読んでみようかなと思って読んだ本の中からね、共通してね分かったことがあります。はい、それはおしなべて彼らは基本知識がしっかりとしているということです。はい、これはね悔しいけれど認めざるを得ない。はい、基本知識がしっかりとしていて幅広い知識があるので、なのでこう言論人として成り立ってるわけですよね。その意見をその人の意見を聞きたいという人が、世の中に一定数いるというか、その人たちを使いやすいね条件の一つは、彼ら の基本知識ですね。本当に基本知識がねしっかりある。その政治機構に関しても、その経済に関しても時代の流れに関してもね、一通りのねやっぱ知識があるんですよね。で、私はねその悪党との対話というね、そのテーマで今日は話しているのですが、このテーマはね、何だろう、こういろんな側面からねお話ができて、例えば私は過去ね悪党と言われる人の歴史を調べていた時期がありました。こいつ何やってたんだろうみたいなね。で、それをね調べるイコールね、その人との対話になっていることに気づきました。それは個人も含まれるわけですよね。で、でね、調べれば調べるほど相手、つまり悪党がとても喜んでいるっていうのはね、それは不思議な感覚として伝わってきたんですね。おお、香織、よくわしのことをここまで調べてくれたなみたいなね。わしの悪党をよく調べてくれた、わしの悪事よく調べてくれたなみたいなね、その温かさがなぜか伝わってくるわけなんですよね。だからいわゆる悪党はね、人間としてねこう魅力的でもある、あとは本人はちょっと寂しがり屋なところがねある。で、自分の行いはその悪事を含めて皆に知ってもらいたいと思っている節があるんですよね。つまりこう認められたい、はい、自分のやったこと、その悪事でも何でもここまで頑張ってやったんだということを見てほしいっていうね、その気持ちはね結構伝わってきます。それもこう温かい形でなぜか伝わってくるわけなんですよね。で、悪党と言えないまでも、職場でもなんか苦手な人とかいますよね。私も最初の職場で、とにかく1年上の先輩にがもうね
いじめじゃないんですけれども、私の一挙手一投足を見て批判し続けている人がいて、その人の存在はね、もう本当に煙たいっていうか、その針のむしろみたいな職場で、でね、そういう人はね、意外と仕事ができたりするわけです。仕事は緻密なね、仕事ぶりで、上司からの覚えもめでたく、だから他の周りの人のいい加減さとかそういうのが目について何か言いたくなるっていうタイプなんですよね。で、こう声が大きくて強引なところもあり、こう意地悪でもあり、あとは小賢しくもありなので、もうこの人大嫌いみたいなね、人がね、職場にもね、何人かいるのですが、でも一つにはね、私の劣等感というか、その人たちにかなわない、もう仕事の面でも知識の面でもかなわないから、私の対抗策としては、嫌って無視するというね、ことをしてて、でもそれはね、逃げてたなって思うんですよね。である時優しい先輩もいたんですよね、職場にね。で、じゃあその意地悪で仕事のできる人を、じゃあ A 子さんと言いますね。で、優しい先輩に相談して、もうとにかくもう私は A 子さんにもあんなこともされて、こんなこともされて、もとても辛いという状況をね、じっくりお話しできる機会があって、でね、その優しい先輩はね、本当に「ああ、香織さん、それは辛いわね」って感じで共感してお話を聞いてくださり、でね、驚いたのがね、香織さん、仕事で頑張って英子さん抜きなさいってね。で、その優しい先輩は英子さんの先輩でもあるわけです。だから全体が見えてる人なんですよね。で、私はもうすぐ上に A 子さんがいて、もう A 子さん の仕事ぶりにはかなわないなと、私はもうほぼ諦めちゃってる面もあり、でもその優しい先輩から見ると、いや、 A 子さんもね、そんな大したレベルじゃないよとね。だから香織さんちょっと頑張れば A 子さんのレベルを抜けるから、そこを頑張りなさいと言われて、確かにね、それがまあ王道っていうかね、その仕事でこの A 子さんと同等くらいになったら、今考えるとね、そうするとまあ A 子さんも私にいろいろ言えなくなってきたわけで、まあ、他のあらを探すしかなくなってきたわけで、で、私は当時ね、ちょっと一瞬頑張ろうと思いました。その先輩の話を聞いてね。で、そうなのか、先輩から見ると A 子さんもそんな大したことはないんだなっていうのは新発見ではあったのですが、でもね、ちょっと努力が足りなかったかなって気がしますね。で、最後ね、 A 子さんはね、自分でブチ切れて職場を辞めました。で、やっと私は A 子さんから解放されたのですが、私が仕事で A 子さんに勝って解放されたわけではなくて、辞めてくれたのでね、その解放で、その A 子さんはね、私だけではなくて、他の人にもね、数々攻撃をしてたので、後から聞いたら、もう私も本当 A 子さん嫌だったのよねっていう人はね、現れたのですが、でも周りから見ても、もう香織さんが一番きつかったというのはね、言ってもらいました。で、 A 子さんはね、不思議とね、私に散々意地悪をしながら、なんか年賀状ではね、いつもいじめてごめんなさいみたいなことを書いてってきてたわけなんですよね。で、だからどこかで後ろめたさも感じていたんですね、A 子さんはね。だから強くて意地悪なだけではなくて、必ずね、弱いところはね、誰にでもあるっていうね。はい、ちょっとね、この話を
し始めると長くなってしまうので、はい、なので悪党との対話とかね、まあ、嫌いな人の観察をしてみると、あの自分に欠けていることもよくわかるなっていうね、はい、こんな気づきのお話でした。はい、最後までご視聴いただきアンカトー、またやります。ではまた、バイバーイ。